どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、残り22秒となりました。まずですね、ルール1にのっとりましてですね、私の2回目の攻撃は、2回目1回目の攻撃はですね、こちらのタウンホール10の一番上と、タウンホール9の一番上の援軍確認をします。なのでもうね、かっこいい攻めとか一切できません。ジャイアントとホグライダーを流し込んで、ただただ援軍確認をするというだけでございます。すごいな、チャットが。では、もうですね、この状態でいきます。もういっちゃいますよ。もういきますよ。はい。この配置か。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この村となっております。これね、強いですね、これ。皆さん、これ攻めるんですよ。さらに、ヒーラーを1体首編成に組み込まなければ失格というはちゃめちゃなルールでございますけれども、本当にね、これと。そして、ですね、別赤の方でも行かせていただきます。1つ目が終わった段階で、もう終わりましたね。はい、終わりました。ドラゴンとアーチャー5です。はい、ということで、回戦開始です。ただいま開始です。この、私のサブアカウントでの方のですね、攻めが終わったタイミングで、皆さん攻めていいよという風にアナウンスしてあるので、この状況でも、攻めてきて大丈夫です。はい。キヨキヨ祭、開催いたしました。はい、いきますよ。はい。じゃあどうでしょうか。誰か来るのでしょうか。45回の攻撃がしてきました。来ました。20番、トゥルー13から来ました。さあ、どうでしょうか。こちら、ヒーローレベル、アーチャークイーン30ということで、結構高いですね。後ろから、上からですね、アーチャークイーンにヒーラー3体をつけて、アーチャークイーンを回していくという形でございます。そして、編成を見てもらえると、ホグライダーが18体。ということで、アーチャークイーンで結構掃除しつつ、裏ホグという感じですかね。ゴーレムも1体組み込んでいるので、さあ、どういう戦い方をしてくるのか、ちょっとこれ、見物ですけれども。さあ、どうでしょうか。アーチャークイーンがまだ行ってますね。そして、隠しテスラも出てきて、秒間ダメージ的には、全然入ってないんで、多分、大丈夫だと思いますけど、ちょっとこれは時間的な問題で、さあ、ゴーレムが出てきましたね。ゴーレム、援軍にゴーレム1体と、普通の自前ゴーレムが1体。そして、ウィザードでサイドカット。そして、どういう攻めが、アーチャークイーンはまだ生きてます。全然生きてますよ。そこで、ここでボールブレイカーを出しました。おし、オッケー。ジャンプ、バネとかで飛ばないですね。オッケーです。さあ、ここでゴーレムが中心部に集まりまして、これはすごい特殊なさ、援軍が出てきました。ここで、ポイズンで処理。しっかりとアーチャークイーンに当ててるんですね、援軍を。やはりゴーレムとかに当ててしまうと、ゴーレムが処理できないので、ここでバルーンはやばいぞ。バルーンはやばい。ロイヤルクロー活動済み。どうでしょうか。オッケー。ここでアーチャークイーン持ち直しております。どうですかこれは。さあ、アーチャークイーンが壁の中に侵入していってますね。ここはジャイアントサージカルホグですかね。なるほどなるほど。これいいのではないでしょうか。これいいんじゃね。でも時間的にちょっとあと1分9秒ということで、これはどうだ。援軍ではなくて、その呪文もあと一つもないということで、これはちょっと星2ですかね。これはちょっと欲しいんですね。やっぱり隠しテスラもあるので、さ、ここで、これやっぱ厳しいですね。なんでヒーラーの縛りにしたんすかね。なんでヒーラーなんでいやいや、そんなということで、パーセントはなるべく取っておきたいところですよね。はい。では、ちょっと戻りましょう。ということで、ついにキヨキヨ祭り、開幕いたしました。これですね、いろいろグッドアタック賞であったり、キヨキヨ賞であったり、いろいろありますけれども、こちらの方、ヒーラーを使った特殊な攻め、タウンホール10、タウンホール9、タウンホール8、すべてというか、入賞はですね、
確実に動画にして、これいいなと思った動画もですね、皆さんに共有させていただきますので、ぜひとも皆さん楽しみにしていてください。これ結構奇抜なね、攻め方とかを見れるのではないでしょうか。ということで今後ともよろしくお願いします。そして楽しみにしていてください。ということでご視聴ありがとうございました。